今申し上げたのはリリーフカーが出てくるところにたくさんのファンが今集まり始めました。もう鈴なりのようになって警備員が押さえてるんですが、押さえが効かないような状態でネットのところにファンの皆さんがこうしがみついています。さあ登場、浜の守護神佐々木です。リリーフカーを運転している、ね、あの女性が、はい、まあ、小さいんでしょうけれどもね、やつはその大きく見えますよね。そうですね、お父さんのご不幸がありましたが、それを乗り越えて相変わらず の, その健在ぶりを示している佐々木。もうしかしこの人は絶対的なストッパーですから、とにかくリリーフも中継ぎもここまでっていう気持ちができるわけですよね。そうですね、まあ、あの逆に言うならば選手も、ベンチも佐々木が打たれて負けたんだなというね、やっぱりそのぐらいの覚悟があるわけですよ。なるほどね、まあ、それが一つの信頼という部分、それを自分で築き上げてきたというところですよね。ドラゴンズのソンに続いて現在防御率 1.02 というストッパー、18セーブがあります。セーブポイントは21。まあ、この佐々木、そして孫、そしてまあヤクルト、今ちょっと戦線から離脱してますけど伊藤ですね、それも前線の働きっていうのは見事でしたね、またオールスターでこの孫にしろ佐々木にしろ楽しみですね。そうですね、あのこういうピッチャーがいるというのはね、ベンチとしても楽でしょう。フォークでした。フォーク空振りでカウントが2マス宣言。ストレート落ちました。打球はライト方向だ。ライトがバックする、バックする、バックする。その頭上を抜けた。高山一塁間を避けた。ボールはまだ2回の点にする。セカンド間を避けた。スタンディングへ。高山スリーランセーブ。ストレート。ほら。今日4打数のヒット。最後はフォーク、ワンアウト。山本孫というピッチングスタッフの両柱がしっかりと今日は仕事をしました。ドラゴンズ、ドラゴンズ明るい材料といったらこの2人ぐらいですかね。そうですね、いやね、この佐々木という投手もなんかこう試してもらいたい投手の一人ですね。そうですね、147キロ、まあ、ベイスターズの人に聞いたら何を言ってんだというふうに言われるかもしれませんがね、その夢を追うという部分に関してはね、やってもらいたい気持ちもありますね。これも押されました。